はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのメジャーパワーアップ応援ガチャですね、引いていきたいと思います。バナーキャラで、トドロクゴダのトシ君と、うなる剛速球バージョンの、ノゴロウ君と、川瀬涼子ちゃんが、デビューキャラとして登場しています。で、まあ、一応5回目まで引きますとバナーから PSR1 枚確定というところになっているので、まあ、絶対 PSR 欲しいかって言われるとそこまでのキャラではないんですけれども、まあ一応引いていきましょう、せっかくなんで。で、別バージョンの2人と、川瀬涼子ちゃんなんですけれども、まずは、うなる剛速球の野五郎くん、金徳がハイスピンジャイロか、またはオリジナル変化球のジャイロフォークになってて、で金徳自体は全部で3回あるんですけれども、その成功か失敗の判定が2回目にあるんですね。で2回目に判定が行われて成功すると3回目でハイスピンジャイロかジャイロフォークを、選べる形になるんですけれども、3回目まで行くと確定でもらえるという形になってるんで、まあ、シモンのねシルバーバレットみたいな、イメージで行くと、いいと思います。でただ初期状態っていうか、そのアプリの方ではアップデが行われて、要は金徳の成功率が上がってるようなんですけれども、俺全然使ったことないんで分かんないんですけど、その初期状態のこの野五郎くんって恐ろしいほど成功率が低いみたいなんですね。まあ多分爆速ストレート並みかどうかはちょっと分かんないんですけど、まあ、そんな、イメージで、いたらいいと思います。なんか恐ろしいほどの、成功率の低さというのは、まあ、ちょっと聞いてます。で、次がトドロクゴーダ、のトシ君ですね。金徳が、まあ、キャッチャーならミラクルボイスで、キャッチャー以外だと精神的支柱か、威圧感を、もらえるというところになってますね。精神的支柱とミラクルボイスが確定で、威圧感は不確定かな、まあ、そんな感じに、なってますと。まあ、結構使いやすいキャラには、なってますね。どっちかっていうとノゴロ君よりトシ君の方がこう使いやすさとしては使いやすくなってる感はあるのかな。で、最後の川瀬涼子ちゃんはコントロールキャラに、なってます、投手ので。金徳が勇猛果敢ということで、一応パワープロ2018連動手法キラーとして使用かって書いてあるんだけど、そんなのあったんだって全然知らなかった手法キラーって、まあ、かっこいいはかっこいい気がするけど、まあ、一応連動の、金徳になってますということですね。じゃあガチャの方に行きたいんですけれども、単ガチャを引く余裕はあるのでちょっと一回引きましょう。これはバナーから R 以上。 PSR ってね、結局手に入れてもどうなんだろうね。 SR が育っちゃうと結局 SR プラゴの方が強かったりするんで、特に限定キャラはね、なかなか解放できる場面が少ないんで、そこがきついんですけれども、10連目、ここはバナーから PR で、SR の出現率が2倍ですね。アプリの方って野五郎くん実装当時はね、なんか結局劣化バージョンじゃんみたいなこともちょっと言われてたんですけど、まあ、俺は全然使ったことないんで、あくまでもそう言われてるっていうところで、その後、まあアップデが入って金徳の成功率が上がってどうなったのかがちょっと分かんないです。まあね、アプリもやってる人はそちらの方は詳しいと思うんですけど、特にそうか、 SR は出なくて、20連目ここは普通の SR キャラが1枚確定ですね。ジャイロフォークとかね、名前は超かっこいいよね。もうハイスピンジャイロとかもね、なんか出た時うおかっけーとか思ったけど、おホムラちゃんだ、やった。ホムラちゃんも多分このクリスマスにはサンタバージョンが出てくると思うんで、まあ、それ用に取っておきましょう。解放用ですね。サンタバージョンはね、代打の神様になってるんで、まあもともとね気迫ヘッドも取りやすい金徳ではあるんですけど、気迫ヘッド要因と被らないっていうところがいいですね。代打の神様自体はすげえレアな金徳なんで、普段使わないでしょっていうようなキャラしか持ってないんで、イメージ的に。お、2枚入ってる。ここがバナだっけ。うん、トシ君 OK。 であとは通常バージョンで、まあどういう風に解放できるかだよね。お、またトシ君出た。
これでトシ君は2枚で、次いくつだ、もう40連目なのか、40連目は、あ、ここはあれか、 SR 以上のイベキャラ1枚確定になっているからバナーではないんだなんでここちょっとケチってんだろう。まあいいや。バナー以外のね、常設の中だとちょっと微妙キャラも多いんで、あ、よしよしよし、こういうところでねバナーが出てくれると嬉しいよね。あと揃ってないのはのごろくんだけか。まあのごろくんが出てくれたら出てくれたで、 SR がないってことはまあ PSR 使うしかないんで、まあそれはそれでいいかな。よし、じゃあ最後50連、ここはバナー PSR ですね、確定してますので、まあ誰が出るか。お、2枚入ってる。おお、りょうこちゃんの50、まあ、絶対作れないけど、絶対作れないけどで、テーブル何なんだろう。ちょっとテーブル見ますか。俺もねこの3キャラについてはもう全然使ったことないんで分かんないんですよ。ちなみに SR のりょうこちゃん入ってましたね、1枚というわけで、またね例によってボックスは丸々埋めてきてるんで、ちょっと放り込みます。ここら辺でいいや、1、2、3とで3人引っ張り出しておきましょう。プレゼントボックスからね、このさ、ちなみに読み方りょうこちゃんでいいんだよねわかんないけど、 SR の行方をどうしようかな。追わない限りもう絶対解放できないキャラじゃないですか。でトシ君は OK、 あ、のごろ君はじゃあ借りるか。のごろ君は借りさせていただきます、出なかったんで。じゃテーブルはちょっと3個開けたけど、それはのごろ君いなかったね。まず川瀬、りょうこちゃんで、技術ボーナスがここにあって、タッグが 80% で、さっきここにそうだね、技術ボーナス4があって、固有がついてて、やる気効果アップと得意練習率、あ、ここ35で技術ボーナスついてんじゃん。技術ボーナス、タッグが80、得意練習率アップ、やる気効果アップで、あ、45で試合経験点ボーナスかで、タッグが 10% 上がるのか。そうだね、まあ、45で使いたいね。そうすると、まあ、PSR だから、もし解放できれば試合権欠点ボーナス5っていうのがおまけでつくんだけど、そうだね、50でめっちゃ強くなるかって言われたら、タッグが 10% 上がるくらいなので、まあ、無理して追って50作るほどの、まあ、あれではないとは思いますね。まあ、一応こんな感じで、あとは根性低め内角、あ、結構良くない？低め持ってんのか、低め持ってんのはいいな。根性もね、そのど根性要因を入れるとめちゃくちゃ精神使うんで、じゃあ根性持ちっていうのは結構いいかな。なるほどなるほど。とあとトシ君を見てみましょう。トシ君はテーブルがもうそもそもどんなテーブルだったか覚えてないんだけど、変わってるっぽいんだよね。筋力ボーナスがまずありますね。タンク70、得意練習率アップ。20で筋力ボーナス4ついて、35で練習効果アップ15。タックは70のまんまで、得意練習率アップ15にプラスアルファの、固有と技術ボーナスがついてるのか。筋力ボーナス4、技術ボーナスは多分固有だから6で、練習効果アップ15で70、45になるとさらに筋力ボーナス6か。あ、トシ君はいいね。で、多分レベル35の練習効果アップ15ってことは、 PSR の50になると練習効果アップ30がつくんじゃないかなと思います。まあ、ここら辺ちょっとネットで見てみてください今見ればいいんだけど、ちょっと待ってね。
そうですね、もし PSR レベル50にすると練習効果アップ30がつくんで、やっぱりそうするとトシ君テーブル的にはかなりいいですね。技術ボーナスと筋力ボーナス両方ついてるんで、結構経験点は稼げるキャラになってると思います。でコツも変わってるはずなんで、あ結構増えてんなあ、スイープとか持ってるんだ、珍しい。洗礼の一撃一発逆転を、新しい系のコツが結構ありますね。ただちょっとコツの数がすげえ多いんで、まあ安定性っていうところはなくなってるので、まあなるべくね、まあアーティスト、アベレージヒッター、逆境、早球とかここら辺かぶせて、まあ新しい洗礼の一撃の回骨ってなんだっけ初撃とかだっけ、一発逆転とかね、スイープは、スイープもねめちゃくちゃ敏捷ポイント使うんで、回骨確保できれば、まあ、かなり役立つかなというところですね。まあそんな感じになってますというところで、じゃあ、 まあ今回のガチャはこれで終了したいと思います。ちょっと今月末なんでね、かなり忙しくてガチャ引けるのもちょっと出遅れた感があるんですけれども、サクセス多分本格的にやるのはちょっとこの土日を乗り切った後になると思いますんで、ちょっと更新速度は遅くなっちゃうと思いますけど、まあもし良ければアップした際は見に来てください。というわけで今日はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。